7時半で眠いっすね。今日は待ちに待った美容院です。マジで髪の毛がやばいっすね。すっきりしたいと思います。はい、ということでマイプロを届きました。今回は、全部で76台かな。これなんか入れるやつと、これトレーニングする前に飲むやつで、結構うまいっすね。普通にフルーツピーチ、フルーツパンチなんですけど、でなんかベガンのプロテイン、ビーガンのチョコレート、これは試し用マルチビタミン、ビタミン C で、これは朝ごはん用かな。ちょっとカフェキャラメル1キロで、これ味が付いてないんだけど、何買ったっけ。確かなんかホワイトチョコみたいなの買った気がするんですけどね。これ 2.5 キロ買いましたっていう。今回はこういう感じです。はい、今美容院向かってて、やばいっすね。髪の毛くっそ伸びましたね。去年の12月ぐらいに最後切って、そっからずっと一回も切ってないんで、これからちょっとすっきりさっぱりしに行きたいと思います。で、まあ、多分ドイツ生活の中で一番髪の毛長くて、もうちょっとパーマしたくてお店に切ったんですよね。っていうのもドイツのサッカー友達で、昔3年前ぐらいにパーマかけたいんですって店に行ったらしいんですよ。で、いやお前男だろって言われて、なんかでできなかったんですね、その人で。それもあって自分も一回店に行って、ここって男もパーマかけれるのって聞いたら、かけれるよって言われて、パーマできることになって。でちなみにドイツ語でパーマはダウアベレか、ロッケン、あとパーマですね、パーマを着ています。はい、ここで着きました。
で、切ってから数日経ったんですけど、大体こんな感じですね。まあ基本的にブロッコリーって言われます。ブロッコリーみたいですよね。わかるかな、ブロッコリー。アフロっぽいよね。まあ、ちょっとこうやってやったらアフロ、やばいね。まあ金額が55ユーロで、なんか本当だったら100ユーロぐらいだったんですけど、いろいろ割引されてなんか55ユーロだいぶ安くなって良かったです。チームメイトとかも結構好評って言おうと思ったし、めっちゃ笑われましたね。なんだその頭って。まあこんな感じでいいネタになりました。ありがとうございます。じゃあまた。